ビョルンダーリは、ノルウェーのヘードマルク県エールベルム出身のもと、クロスカントリースキー選手。ダーリは、1990年代に、クロスカントリースキー界の王者として君臨した。アルベールビルリレハンメル、長野と3度の冬季オリンピックに出場し、8個の金メダルと4個の銀メダルを獲得した。メダル12個は、冬季オリンピックでは、マリット・ビョルゲン、オーレ・アイナル・ビョルンダーレンに次ぐ、歴代3位、金メダル8個も、この2人に並ぶ最多タイ記録である。ダーリは、リレハンメルオリンピックの開会式では、ノルウェー選手団の旗手を務めた。また、ノルディックスキー世界選手権では6大会で、合計17個のメダルを獲得した。クロスカントリースキーワールドカップでは、史上最多の46勝、総合優勝6回を成し遂げ、ノルウェー選手権でも通算12勝している。このようなダーリの成功はスポーツに対する熱意にある。ダーリは幼い頃から狩り、釣り、山歩き、カヤック、サッカー、そしてとりわけスキーに熱中した。子供の頃はサッカー選手を夢見ていたがコーチにクロスカントリースキーを勧められてこの道に進んだ。ダーリはジュニア年代では目立った成績を上げることはできなかったが年々進歩を遂げ、1989年にワールドカップにデビュー、世界選手権にも出場した。次のシーズンの1989年12月9日に 15km クラシカルのレースでワールドカップ初勝利を挙げると、あとは前述の通り輝かしい実績を残した。そのダーリもホルメンコーレンスキー大会ではついに優勝することができなかったが、他の十分すぎる実績により1997年のホルメンコーレンメダルを受賞した。しかし2000年にローラースキーで怪我をして引退を余儀なくされた。ダーリはスポーツ界のスターであるだけでなくノルウェーの文化の象徴であった。スキーウェアのブランドを創始したり、スキー用品メーカーのサロモンと共にビンディングを開発するなどし、その宣伝にも貢献した。引退後、ダーリは不動産業とファッション産業で成功し財を成した。ダーリが長野オリンピックのクロスカントリー 10km クラシカルで優勝し、レース後のプレスインタビューを終えた。彼は同レースを最下位完走したケニアのフィリップ・ボイトのゴールインをフィニッシュラインで待ち、ボイドがゴールすると抱きかかえて、素晴らしい、君こそ、真の勇者だとボイドの健闘を称えた。その光景は、日本のテレビ番組の長野オリンピック名場面にも選ばれた。ありがとうございます。